フィンメッカニカアンサルド、アンサルド STS 日立製作所、鉄道ビジネスユニット、日立レール、日立レール STS 日立レール STS は、イタリアのジェノバを拠点とする、鉄道信号保安を手掛ける企業で、日立グループのヨーロッパにおける、鉄道部門の一つ。前身は、フィンメッカニカグループのアンサルド STS であり、日立の買収完了後に、現在の名称となった。 保安装置の開発、製造、新設、更新、保守を一手に手掛け、信号保安、旅客鉄道や、物流の統合輸送システム分野では、グローバル規模で事業を展開している。日立の完全買収完了前までは、イタリア証券取引所で、フッツイイイタリアミッドキャプチャーインデックスを構成していた。全世界で4327人の従業員を、抱える。 日立による完全買収以前も国と正規をまたいだ数社の合併を繰り返し2006年にアンサルド STS 社が設立された社名は1853年にジェノバでジョバンニアンサルドによって創業されたアンサルドに由来するアンサルドは蒸気機関車の製造のほか造船、電力、原子力など多角的に事業を展開したアンサルド 北タチレール STS の変遷1881年、ジョージ・ウェスティングハウスが、米国ピッツバーグで、ユニオン・スイッチ・アンド・シグナルを創業した。元は、インターロッキング・スイッチ・アンド・シグナル・カンパニーと、軌道回路の発明家だったウィリアム・ロビンソンが、創業した、ユニオン・エレクトリック・シグナル・カンパニーであり、US&S の親会社は、ウェスティング・ハウスウ・エア・ブレーキ、アメリカン・スタンダード・カンパニーと変遷した。 1998年、US&S はアンサルドに買収され、2009年にアンサルド STSUSA となった。フィンメッカニカ時代のロゴチェイの軌道回路端子、欧州ではスウェーデンで ATC を開発していた、国内通信事業者である、スタンダードレディオをテレフォン社を1990年に、1996年に、フランスで、同じく鉄道信号を開発していた、チェイ社を、 アンサルドグループに吸収している。1993年にアンサルド社はフィンメッカニカグループとなり、2000年にはソチエタイタリアーナエルネストブレーダ、ペルコストルツ用にメッカニケの鉄道車両部門、ブレーダコストルツ用にフェロッビアリエと統合し、アンサルドトラスポルティとなった。2001年のフィンメッカニカ民営化でアンサルドはの3つに分割された。その後、 オランダのアームステルダムを拠点とする持ち株会社アンサルドシグナル社が自国系のアンサルド SF と米国系の US&S、フランス系 T. の親会社となった。2006年アンサルドシグナルとアンサルド TSF 両社の持ち株会社アンサルド STS が誕生した。TSF 社及び米仏北欧各社はシグナル社の子会社としてこの時点でも共存していた。 ミラノのイタリア証券取引所で i p o がなされるとフィンメッカニカは発行済み株式の40%を保有。アンサルド経営者は徐々にフィンメッカニカの支配が強まっていった。日立参入後のロゴ2015年2月24日、日本の日立製作所がフィンメッカニカの保有するアンサルド STS 株40%すべてを買い取ることを発表。 11月2日には、正式に、フィンメッカニカ保有の全株式買取を完了。また、2015年3月から TOB により、総額10.5億ユーロを投じて買い取った、一般投資家保有分と合わせ合計50.7%と ST、STS 社の過半数を確保した。元アルストムで、日立レールヨーロッパ首脳のアリステア・ドーマーは、イタリアの実業家、 ステファノシラグーサに CEO 就任を脱身、ステファノがアンサルド STS の CEO となった。日立の長期的な目標は、車両と信号部門の製品で欧州におけるシェアを高めることだった。2016年3月31日、ステファノは CEO 職を辞任し、後任は日立レールヨーロッパのアンドリューバーがついた2018年10月、日立は 米国のヘッジファンドエリオットマネジメントから STS 社の株式32%買取で合意した2019年1月22日、日立はアンサルド STS の株式99%超を確保し、同月末にイタリア証券取引所の上場を廃止するとアナウンスした。そして4月1日に社名からアンサルドの名は消滅、日立レール STS となった。 STS 社の事業は貨物輸送向けと旅客輸送の二つに対別される。アンサルド時代から日立時代まで鉄道車両、自動制御、システム監視、その他システム一式を請け負ってきた。コペンハーゲンを皮切りとする都市鉄道部門、LGV 等線やイギリスの HS1 などの高速鉄道での信号、保安部門は一貫して同社の主力事業である。 また、パリ、ロサンゼルス、ローマ、ミラノ、ナポリ、香港、新洋、デリー、テッサロニキなどでは、信号、列車制御、保守管理も受注している。アンサルドは1981年に、フランスで開業したヨーロッパ初の高速鉄道の高速新線上の、運転保安装置など多くの路線に納入している。2013年時点では日本を除く世界の、 高速鉄道路線に、アンサルド、日立 STS の信号システム製品は、半数以上で採用されている。LGV 南東線に続き、LGV 東ヨーロッパ線。2005年には、アートムズ企画での自社製品が、ローマナポリ高速線、LGV ブルターニュペイドラロアール線、LGV 南ヨーロッパ大西洋線。2018年には、ミラノブレシア高速線で、 運行管理システム、保安システムが採用された。TGV 系統を採用した韓国高速鉄道のうち、湖南高速線及び水彩平沢高速線でも納入している。2019年12月、LGV 南東線を含むパリリ4間の信号システム更新事業を約1億2930万ユーロで受注。欧州では、 イタリアの一般鉄道路線で多く用いられている自動車両制御システム SCMT やアートムズを確保している。米国では US&S 時代に遡って130年以上鉄道貨物輸送に深く関わってきた。アンサルド、日立は北米の一級鉄道向けの製品とシステムを納入している。豪州でも鉄道貨物関連に進出して20年以上となる。 近年では自動運行管理技術をリオティントの長距離自動輸送プロジェクトオートホールに提供している CBTC の展開図オレンジがアンサルド STS を採用した路線コペンハーゲン地下鉄の集中管理室 STS 社の制御システムは伝統的な信号機から新世代の無人運転システムまで多様に手がけている多くはアンサルドブレーダー 日立レール SPA のコンセプト車両、ドライバーレスメトロと一括式だけではなく、日立系以外の他の車両メーカーとのコンソーシアムで展開されている。無線式移動閉塞によるドライバーレス運転を実現するシステム。STS 社のシステム水準は、他社同様、5 a 4を提供している。ドライバーレス用 ATC は既存の ATC、ATO、ATP 機能を拡張するもので、 アンサルドのシステムは厳格な欧州電気、標準会委員会の規格を満たした完全な無人運行システムソリューションを2002年に初めてコペンハーゲンに納入した。その後もミラノ、ローマ、リアド、ブレシア、テッサロニキ、台北などで受注を獲得している。都心部の平洋軌道におけるライトレールの目視運転から従来のメトロ路線の軌道回路技術まで、 有人運転の路線を北米や欧州を中心にサポートしている。また、ブレーダー時代からのドラム車両のコンセプトモデル、シリオの無可線モードシステムなどもカバーしている。地表終電方式のストリームもこれに含まれる。主な受注案件、カナダドルは1966年にユニオンスイッチシグナルがペンシルベニア州のユニオンゲールロード向けに開発された。 OTP は、現在アンサルド、日立 STS が採用している、蒸気カナダドルの後継モデル。リアルタイムシステムによって複雑な物流系統を解決し、線路容量の最大化と平均速度を向上する。マイケロロック2、軌道回路、点鉄機、従来式及び、LED 式の鉄道信号機、ETOX 準拠のユーロバリスを含むバリス式、列車検知系閉塞装置。 セーフティーリレー、滑走検知装置、踏切保安装置などがある。アンサルド s t s に関するカテゴリー。ありがとうございます。